どうも、佐藤君。本市の節電対策についてご説明を申し上げます。本年5月13日、国の電力需給対策本部が発表した国の電力需給対策において、東京電力管内における7月から9月の平日のピーク時間帯の使用最大電力を 15% 抑制する目標が示されたものであります。このことを受けまして、本市においても下記の節電対策に取り組むため、鹿沼市節電対策本部を設置をし、 15% 以上の節電に取り組むこととした節電対策基本方針を定めたところであります。この方針に基づく主な取り組みとして、7月から9月までの3ヶ月間、正確には10月1日の土曜日まででありますが、本庁東館及びコミュニティセンター等については、電力需要の多い平日で、かつ来庁者が比較的少ない水曜日の午後を閉庁し、土曜日の午前中に開庁することといたしました。これは節電対策だけではなく、これまで平日に来庁できなかった市民の方が土曜日に来庁できるようになることから、市民サービスの向上にもつながるものと考えております。この他の施設の閉館および貸し出し時間につきましては、利用状況や施設の目的等を踏まえ、現在検討しているところでありますので、決まり次第お知らせしたいと思っております。なお、環境クリーンセンター、下水道事務所および水道部の時間の変更はございません。施設に関する取り組みとしては、支障のない範囲での照明の間引き、ポットや冷蔵庫などの電気器具の利用制限、冷房機器における室内の温度管理等を行ってまいります。また職員の服装につきましては、すでに軽装化を実施しておりますが、ポロシャツやスニーカー等を認め、さらなる軽装化を図るほか、市内経済の活性化を担うためにも、金曜日を新たな農残業デーとし、消費電力の抑制に努めてまいります。この他にも、市民の皆さんの節電を促進するために、7月から9月の3ヶ月間、20% の改善で 20% の節電を達成した家庭に地域商品券を報奨する節電で元気アップコンテストを開催いたしますので、積極的な節電活動をお願いしたいと考えております。以上が本市の主な節電対策の取り組みでありますが、今回の電力危機を乗り越えるには、市が率先して実践することはもちろんのことでありますが、各家庭や企業、事業者等の理解と協力が不可欠であります。このため、市の広報誌やホームページ、ケーブルテレビ等を通して広く呼びかけ、全市を挙げて節電に取り組んでまいりたいと考えておりますので、市民の皆様のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上で説明を終わります。東京の説明は終わりました。ただいまの説明に対し、ご不明な点がありましたらお受けいたしますが、あなたがございますか。はい。鈴木。はい。水道発表があった時にも、具体的な光熱水費とか、CO2 ガソリンの消費等についてデータを渡すことでありましたので、お聞きするわけですが、水曜日の本を閉庁すると約4時間で、土曜日ですと約3時間半の開庁になると思うんですね。でそれで具体的な光熱水費とかの対比といいますか、このくらいの業務の、出るのかなというのは、それと、土曜日まで平日ですから、出勤とかそれに使うガソリンとかそれに必要な部分というのはないわけですが、延べにして言えば週休5日制が続いて、週1日の、6日出勤することになるので、そこのいわゆるガソリン代は通勤とかあと使い方があるとかありますが、いずれにしても土曜日1日出勤することになるので、そこでのガソリンの使用とか、使用する相対の、どのように計算されたのかなということをお聞きしたいのが1点です。で、もう1点は、コミュ
確かに昨日、今日と会に参りまして、
駐車場に車を止めましたけれども、水道、木曜と大変空いているということで、来庁舎が少ないのかなということを実感したわけですけれども、この節電 の, この施策については、私は大変いいことだと思っております。しかし、節電効果について、7月から9月までの成果について、途中発表みたいなものはどのくらいか、15% 目標ということですけれども、実際にその削減ができたのかどうかという成果の発表はあるんでしょうか、見ていただきます。当庁からの説明を求めます。財務長の柴田君。はい、一つ期待の成果は集計したいと思います。発表は若干遅れるとは思いますが、一つ期待ということでやってきたと思います。以上です。柴田君。一つ期待ということで、集計をすると。で、発表は遅れるけれども、するんです。この説明に対策については、別に発展するものではありません。私は、何か、ちょっと、リバーシングがある。というような感じも受けないではなかったというふうに思っております。町内での検討が非常に十分になされていたというふうに思っておりますし、そのため、この説明は立派にとできるという確信のもとに発表されたんだというふうに思っておりましたが、無難に反省はいたします。でありますけれども、十分に効果を上げていただくということを前提にお願いしたいと思います。で、神奈川がいいということがあれば、私にもやはり十分に普及をさせていって、決めていない全ての商品で実施をしてもらうというような方向でもしていっていいんじゃないかというふうにも思いますので、その点もお願いしたいと思います。一点だけちょっとお聞きをしておきたいと思いますけれども、学童保育が今あるわけでございます。で、役所の職員の中には、やはり夫婦でですね、共働きをしていて、で、学童保育に預けている職員もいらっしゃるのではないかというふうに思いますけれども、学童保育全部の施設が土曜日まで解消しているというふうには、今、紙が資料がないので、把握はしておりませんけれども、書いているならば問題はないわけですが、仮に書いていないというようなことがあれば、当然において土曜日に、いなくなっちゃうわけですね。その時に、学童保育に対してどのような対応、対処がされるのか、その辺のところまで含めて、この事業を進めていくのか、発表したいと思います。当庁の説明を求めます。保健福祉所長、小森君。はい。子ども保育課につきましては、ここに検討してまいりますので、よろしくお願いします。今発表ここに検討をするということは調整してまいります。それなりにやっぱり費用がかかるということになると思います。その変更に含めて検討をしていただけるというふうに思いますが、いかがでしょうか。わかりました。他でございますか。小川君。はい。
勉強するんだ。週2回の、まあ、節電を一緒に努力するんだ。よかったよ。こう、楽しみにできたらなってやりたい。楽しみそのものの依頼は、そういう意識を持って、契約の目標に達せるように努力するような、そういう呼びかけっていうんでしょうね。行政的な形からも、どの時に、その設立に対して、説明を求めます。それでは、まいります。市民への呼びかけでございますけれども、水曜日の午後休むということでもって、これはみんなで説明しなきゃならないなということにつながっていけばいいのかなと、まあ、そういう意味で、あえてちょっと象徴的な取り組みとして提供させていただきました。まあ、しかし、これからですね、市民の皆さんの方に対しても、先ほどちょっと言いましたけど、新たな取り組みとして、市民の皆さんが改善できて 20% の節電に取り組んでいただければということで、新たな支援制度ですかね、節電で減却コンテストというものが始まったりして、いろいろ仕掛けはしていきたいと思いますので、いずれにしても広く市民の皆さんにもそのことを理解をしていただき、協力していただくように、広報周知をして図っていきたいと思います。以上と思います。まあ、これ、省庁一体となって、この節電で、こう、努力をしているというのは、すぐにね、これで成り立ちだと思うんですけど、で、その中で、どれにしても、何の省庁をやっても、市民の皆さんにも、やはり、3月25日だったりとか、節電で3時間、枕にかけられたときの思いというのは、ね、あれは、皆さんこれ、みんなで協力すれば、なんとかなんだよ、というようなことが、今回これ可能ないち早く省庁割がこの職場の変更をしてですね、この設定に努力するんだという姿勢を見たんで、楽しみながらそういう思いで予選に毎日こう努力する、この姿勢が大事だと思います。せっかく予定で努力しているんだけども、そのまま誰がいないで出てかけっぱなしにしていたり、水道機回しっぱなしにしておくなんていうのが結構あるんですよね。だからそんなことから見れば、やはりほら、この教育の方でも、一生懸命子供たちにも節電をしようっていうのを、これからお父さん、お母さんにしてもらえるような指導をお願いして、そういう意味で 15% 付き合いをしながら、ちょっと悪いかもしれないが、なんとか、内閣の何も見られる。というような副業にしていただきたいと思います。そういう意味では、市の方からも市民に呼びかけてほしい。我々議員も一生懸命呼びかけなきゃいけない。こういう思いでやったらいいんじゃないかと思います。はい、終わります。説明ありがとうございます。他にありますか？別な内容ですので、説明対策に対する質問は終了いたします。暫時休憩いたします。